どうも皆さん、日本語レジキオプレイをしているアメリカ人、コーテツスティルです。今回、メガアクアリアムをやってみましょう。これはね、めっちゃ面白そうな水族館シミュレーションゲームですね。めっちゃ久しぶりだね、このようなゲームやるなんて。プラネットコースター以来かな。とにかく、早速やりましょう、ニューゲーム。で、今のところサニーサイドっていうステージしかないようですが、あと難易度イージー、ノーマル、ハード、基直。ちょっと待って、ノーマルでやりましょう。これは基本からやりましょう。そうですね。で、サニーサイドへようこそ。これからはですね、小さな水族館を作ることです。で、お金出してもらう前に、ちゃんと、なんか、基本、ベーシックコントロール、なんか、操作方法とか、その、コツ、つかまなければね。わかりました。これですね。まずは、この、I ボタンを、やりました。次は、カメラを回転すること。違うね。これが、パン。パンっていうのは、こうやって、次は、オービット。これは、これが回転ですね。わかりました。次はズーム、こうやってできますね。残りはホームに戻る。それは何でしょう。H キーでこの入り口に戻って、びっくりした、で、そうだね、これから何か作りましょう。お金もらっちゃいました。このお金で水族館を、分かりました。次は、ベーシックタンク、なるほど、2個、2つ作ることですが、これですね。じゃあ、どんな形がいいかな。とりあえず、こうやって置いておきましょう。次は、ベーシックフィルター。フィルターですね。これ、なるほど。ちょうど、このスペース置いて、よかったですね。じゃあ、こっちに。どうでしょう。これ、修理必要あるのかな。そういう必要あったら、わかんないね。次はヒーター。これかな。これですね、ダンボール。こっちにする。なんか修理する必要があるかどうかわからないから、ちゃんと誰かこっちに来れるように。次はエズユーデモアゼル。なんていう名前だ。それはもしかして魚？魚の種類の名前だね。これはなんと？プレスティージ。これはなんだろう？わかんない。何かの経験値的なものかな？次はエコロジー。エコロジーポイント。ん？これが研究ポイント的なものかな？これが魚のサイズで。次は、わかんない。なんか、その、温度のようだけど、どういう意味かわかりませんね。温帯？次は、水のクオリティ、水の質が 50% 以上じゃないと。そして、オレンジペレット、オレンジの餌食べるらしい。わかりました。じゃあ、こっちに。4匹でいいかな？やりました。次は、餌が必要だけど、それは後かな。次は飾り、海のレタス海のレタス、まさかその名前のまま。よし、じゃあどうやって、回転できましたね、マウスウィールで。じゃあこっちにもこうして、いい感じ。あとちっちゃい石、じゃあこうしよう。悪くない。やった。次は、オレンジペレットのディスペンサー。それは、どこで、これ違うね。これか。なるほど。なんでこのメニューに入ってるかわからないんだけど、とりあえず、こしや。見た目はあれだけど、後でなんか直せなければいけないかもしれないんだけど、これは初めてだから別にそんなに気にしてない。ツールステーションも、さっき、これあったね。じゃあ、こっちに？いやー、入れないよね。こっちにすると。じゃあ、わかりました。これが真ん中だから、
よし。そして、Aquarist。なんか、あれ？意味、その名前からするとなんか意味がわかるんだけど、それ本当に存在してるのか、ちょっと疑う。ちょっと待って。で、Aquarist っていうのは、いや、本当に存在してるんだ。マジか。なるほど、水族館を管理するもの。知らなかった。それ英語なのにね。英語の言葉なのに。よし。では、その、どうやって雇う？どこでしょう？これって、スタッフ、これかな？あ、これだね。じゃあ、誰がいいかな？ヘアリーかアンナ。餌あげること、なんかスキルなんだけど、修理と餌あげること、どっちがいいかな？あー、こっちの方がいいかな？そうだね。よし。次は、お、今から回転ですね。クリック。おー、もう誰か入ったぞ。お客様。そうだね、お客様が入りました。んで、お客さんが入るたびにお金もらえそうで。なるほど。そして、エコロジーポイントもらえる。でもそのエコロジーポイント、あ、なるほど、やっぱり研究ポイント的なものだったね。わかりました。そのポイントで、あ、ちょうどいい。これが次のプロジェクトで、これアンラックするには3ポイントが必要かな。よし。そうだね、オーチッドダディバックっていうすごいけど。で、これいつ変わるんだろう。わかんないけど、お、ちゃんと餌あげてるよね。やってるね。じゃあ、あれ？何もしない？ちゃんと、この魚たちを見ない？おっと？プレスティージ。お、やったね。あ、もしかして、お客さんが何もしてなければ、エコロジーポイントとか、プレスティージポイントとか、もらわないかな？わかった。アンロックされましたね。おー、じゃあ、次はゲームポーズ？どうやって？スペース？あ、やっぱりそうだったね。次は、ああ、これ大きくしますね。どうやって？あ、こうやってね。じゃあどうしよう。あれ？こっちにできないの？ああ、おお、いいね。お、ちょ、それどころね。ああ、自由に飾りとか魚とか移動することができますね。例えば、もしかしてこっちに入ってる魚たちとか飾りとかこっちに入れたかったら自由に簡単にできるらしい。次は大きなタンク。じゃあこのベーシックタンクでクリックしたまま、ちょっと待って、どっちにしようかな。こう、おー、こっちにも、おー、いいね。そしてタンク移動することの練習、どうやって、こうやって、あー、簡単だね。これをクリックすると、次はヒーター、わかりました。さっきと同じようにフィルターとヒーター、次はオーキッドダディバックスっていう、どこでしたっけ、その魚たちはどこです？あ、こっちだったね。よし。じゃあ、サイズは2だから、たくさん入れることができますね。あ、これ別に、ああ、全部のタンクにこれついてなくても大丈夫らしい。わかった。だって、持ってきてくれたんだね。何個？じゃあ、これが、おっと、何かの別の必要があるようだ。あれ？新しい魚リサーチしたのかな？ちょっと待って。したっけ？お、したようだ。できたようだ。じゃあ、こっちに入れる？入れたんだけど。ショールって、ああ、その質が。わかった。じゃあ、もう一個のフィルターを。お、それだけで良くなったね。次は、他の何が必要？この、
half and half Chromis っていう。なんだ？何が欲しい？あ、違う？わ、ああ、あ、そういうことか。この魚はね、4匹が入ってなければ満足じゃないって分かった。じゃあどうやって魚たちをあの魚たちを移動したいんだけど、どうやって？もしかしてこっちかな。あ、分かった。じゃあこうして、右クリックしてからこっちに入れることができますね。分かった。じゃあ次はまた魚を、よし、これで4匹だね。お、やりました、ランクアップ。そうだね、プレスティージポイントをもらえばランクアップできるらしい。ふーん、あー、ランクが高ければ高いほどもっと客さんが来るって分かりました。ちょっと飾りとかが欲しいんだけどね。おっと、ランクアップ、レベルアップみたいなものだね。スタッフドア、コンビミニ、あー、これが暖房とフィルター両方が入ってるらしい。でもちっちゃいタンク しかなんかそれのみですね。あとなんか木材の何か、ウッドの洞窟、あとキングデマゼールリサーチできるらしい。お、そうだね、ランクアップして新しいアニマル、新しい魚とか、いや魚だけじゃないと思う。んで、これ研究しましょう。いいですね。あとで、あ、これがスタッフドアだね。あ、それはいい、それはいい。ちょっと待って、あー、そうだね、こうした方がいい。でも人が入ってるんだけど人が入ってるからこれ置くと出れなくなる。お、出る？何してんの出てお願い、嬉しいけど、こんなに楽しんでくれると嬉しいけど、どっか、ちょ、お、おい、あ、いいぞ、スタッフのみ、やった。そして次はこれ、あ、間もなく安楽するかな。よし、じゃあ飾りとか、お、そうだね、こっちにしましょう。次はレタス、そうだね、こっちにも適当にやるとそれがもっと自然っぽいかな。あと石、新しいアニマル安楽されましたね。よし、キンデモゼル、な、あ、ウィンプちょっと待って、弱虫っていうべきかな。あー、そういうことね。ブリ系の魚とかがあるらしい。いる？ある？じゃあこれもうちょっと大きくしましょう。どこがいいかな。こっちに何か作るか、あ、こっちになんか、これもうちょっと大きくしちゃおうかな。そうだね、あ、わかった、いい考えがあります。あるかな、ある、あるよやりましたね。これ移動しなければね。じゃあこっちにしよう、今そんなにいらないかな。次はタンクのことなんだけど、こうしよう。んー、そうだね、あ、ん？わかんない、ちょっと、あ、わかった、そうしよう。ちょっと待って、もうちょっと大きくして、こうやってね、こっちにも、んー、これちょっと気になるけど後で直します。そしてこれ、その、あ、これコンボのやつ、こっちに使えないかな。ちっちゃいやつしか使えないんだね。わかりました。じゃあこっちにフィルター、うん、そうだね、こっちにもフィルター、そして暖房、こっちも暖房、あー、あ、
おお、壁あるんだね。わかった。じゃあ、こうしようかな。おお、それはいいかもしれない。わかった。このツールのやつもこっちに入れた方がいいかな。いや、別に今しなくていいけどね。で、次は、あ、こっちに、あ、今気づいたんだけど、もう一人雇わなければ、雇った方がいいかな。わかった。じゃあ、ヘリーにしましょう。どうも。次はこっちにペレット餌とか置いた方が、それはどこでしたっけ。あ、こっちだったね。あ、今気づいた。これダメですよね。こっちに入れないし。どうでしょう。これもうちょっと、わかった、こうしよう。じゃあこれを移動して、うん、大丈夫だ。これじゃあ大丈夫だ。そして、んー、これも、そうだね、わかった。こっちに、多分これ修理する必要になったらツールが必要だから、近かった方がいいかな。んー、お願い、こっから出てくれる。ドア置きたいんだけど。お、お、やった、スタッフドア。そして君も出てくれる。おお、俺の言うこと知ってくれるの、従うの、やった。んー、じゃあこっちにもちっちゃいタンクってもう、いや、その前にちゃんとさっき研究したやつ、それなんと、なんていうやつでしたっけ。なんかキングなんちゃら、あ、キングデモゼール。じゃあこっちに、キングとはいえ結構ちっちゃいサイズが、あ、なんか何か壊れちゃったらしい。それはどこでしょう。ちょっと待って、あ、これが新しいプロジェクト、わかった、よし。あ、これだね。こっちにも、わかった、こっちにもツール置いた方がいいのでは。そうだね。じゃあツールのやつはこれだね。こんなにいる？こんなにいるのかな？これこっちにする？わかった。こっち、違う。こっち。じゃあ、こうして。うん、そうだね。そっちの方がいいかな？じゃあ、こっちはもっと、あ、違う。それ、移動したくない。もっと魚を、これが、キングデマゼールっていうやつ？おお、エコロジーポイントたくさんもらえるらしい。そして次は、あ、こいつ、ブリだね。ブリが、ウィンプと弱虫と一緒に入ってれば何か起こるのかな？誰か死ぬ？お、甘くされましたね、そのブリのやつ。新しい研究まだないけど。あ、もう一個のダンボールじゃなくて、フィルターが必要だね。わかった。こっちにも？そうかもしれないんだけど。次は、こっちにそのブリのやつ？これだね。お、結構大きいね。新しいプロジェクト、イエロータング。なんか聞いたことあるような、緑ペレット、グリーンペレットって新しい魚の餌だね。ちょっと待って、もうちょっと入れたかったんだけど。うん、これでいいかな。これもオレンジ。じゃあ、次は、いや、割と、悪くないかな。次はちょっと飾りとか入れなければ、何がいいかな。こうしよう。次は、シーラトス。にしようかな。そうだね。おっと、もう暗幕された？すごいね。で、
ああ他のやつよりもっとなんか水の質が高い、いや高いというかその必要が高いですね。あとヤドタング植物が好きだって。なのでちゃんとスイートレタスを置かなければ。じゃあ次はちょっとこれかな。うん、それでいい。次はこっちにする。あーこっちにしたいんだけど、もうちょっと大きくしましょう。こうやってかな。でもちゃんと壁を入るな入ろうとしたね。次はタンク。何がいい？こっちにする？ああ、こうしよう。そうだね。そして次はフィルター2個でいいかな。次はヒーターでいいかな。あ、こっちにもドア置かなければね。作らなければ。お願い出てくれ。お、出てくれる？嬉しいけど、嬉しいけど、ドアはどこでしたっけ？こっちだってね。あ、緑ペレット。あ、今気づいた。ちょっと待って、もうちょっと。みんな出てお願い出てけ。これがスタッフドアで、離せません。こっちにしたかったんだけど。よし、そしてあー今これ消したいんだけど、これ消せる？消せないかな。あ、消せる、消せるけど後で必要になるから別に消さなくても。うん、次はこっちにヤロタング。でかいねめっちゃでかい。 6？ サイズは 6？そして緑ペレットはどこでしたっけ。あ、こっちだったね。じゃあこっちにして、そしてお早いね飾り、このシーレタスこっちにしよう。ん？なんだ。あ、ブラックバーソルジャーフィッシュ、なんかグーンフィッシュ、グーンフィッシュっていう。これなんて、あ、光が嫌いなんだ。へえ、そういうのもあるんだね。じゃあ洞窟、それ置かなければ、それ置かなければいけないらしい。わかりました。早いね早い、めっちゃ早い研究。あ、これが最初のステージだね。じゃあもうちょっとのレタスはこれだな。他の何か、こうする？おう、悪くない。そうだね。面白いな、このゲーム。楽しい。久しぶりにこんなゲームやるなんて。嬉しい。お、安楽されましたね。あとで、イールとか、うなぎとか、安楽できるのかな？そうだね。あー、洞窟がなければね、やっぱり。今は別にそれ気にしたくてもいいけど、後で、ああ、後でなんか光とかちゃんと置かなければいけないらしい。わかった。次のエリアはどこがいいかな？これが空いているから、いや、後でなんか食べ物とか店とかがあったらこっちに置きたいと思うんだけど。もう一人雇った方が良さそう。みんな走ってるし、急いでるし。じゃあ、ウェイド。わかった。うん。じゃあ、どこがいいかな？わかんないね。今、わかった。ちょっと待って。これ移動したいんだけど、こっちにして、もう一個作って、それはどこでしたっけ？あ、こっちだったね。じゃあ、こっちにして、そして、ウォールはこうやってできるのかな？
待って、これ今いらない。撃った、撃ってしまいました。じゃあウォールはあーできないんだね、こっちに。あ、できる。おーおー、いやでもしたくないかな。わかった、こうしよう。そしてもうちょっと大きくして、こうしようかな。そうだね。あーもうちょっと大きい。ん、この壁がちょっとおかしいのでは。あ、あーなるほどね。じゃあもうちょっと大きくして、10日目。じゃあウォールはそうだね、あ、ウォールじゃなくて、そうだね、これ簡単に消せますね、削除できます。次はドア、先のドア、お願い出て。だからここで働いてないから、どっか行きな、お願い。ふざけてるの。わざとやってるの。およし、やっと出てくれたね。どうでしょう、次はまたタンク、後で新しいタンク暗幕されるのかな。じゃあ次のタンクは、こうしようかな。そうだね、あ、ごめんね。押してしまった。じゃあその魚はなんていう、あ、ブラックバーソルジャーフィッシュっていう。じゃあこっちにも、で、あ、水の温度が低いから死ぬことになるかも。わかった、ポーズして、次はフィルター。ちょっと待って、あ、わかった、これがフィルター。そしてヒーター、よし大丈夫だ。え、こんなに洞窟が必要なの。それは、あ、この1個は3個、なんか3つの洞窟らしい。じゃあこうしよう、あと石、これさえあれば大丈夫かな。そうだね、あと別にいらないんだけど、レタスも入れようかな。だ、あれ、もう一個、あ、これ洞窟じゃないんだ、これ同じマークかと思った。わかった、お客さん疲れてるようだね。ちょっと待って、その前にこれちゃんとやらなければ。これがタンク10。ちょっと待って、こっちにその石いらない、いるけど、いや、これ売りましょう。売って、これも売って、とりあえずこれ完成させましょう。そして、あ、違う、こうして、お、次はレタス、あと石。それでいいかな。もう疲れてるようだね。でもどうやって、ベンチあった、ベンチ、じゃあこっちにする、ベンチ。どうしようかな。あ、いい考えがある、こうしよう。あ、わかった、そうだね、これがいいかな。タンクじゃなくて、タンクじゃない、ウォールが欲しい。じゃあウォールを、そしてスタッフドアこっちに置こうかな。これも一応スタッフエリアだけど、一気にこっちから、いや、これあるから全然問題ないはずだけど。分かった、じゃあこっちにベンチよ。違う、もう少し、あ、そうだね、じゃあベンチを、ベンチはこっちじゃない、こっちだったね。じゃあこっちに、こっちにも、
どうぞ。あ、多分こっちにも何か置こう。こっちにする？あ、これは悪くないかも。そうだね。あれ？もう一個置きたかったんだけど。で、最後のチャレンジ。あ、このステージの最後のチャレンジだね。つまり、とあるプレスティージ。あ、じゃあ、3分半の間、70以上のプレスティージだね。よし、それが最後のチャレンジだけど、お、減ってるんだけど、ちょっと待って、減ってるけど、そのプレスティージが。あ、お、上がってる。ふーん、じゃあ、間もなくクリアだね。面白い、次のエリア、気になる。どんな魚が、どんなアニマルが動物。あれ、魚って動物？一応動物かな？あと少し、あと3分だね。で、急いでる、めっちゃ急いでる。別にそんなに必死にやらなくても、やらなくてもいいけどね。よし、このままだと何もしなくてもクリアできるよね。てか、これは、お、大きいね。え、マジで？こんなに大きいとはね。あれ？明かりがついてない？もしかして払ってない？電気の部分払ってない？どういうこと？それか、夜になった？わかんない。こっちに来たから、何か、わかりません。バグ？別にどうでもいいけどね。これ、もっと、あ、ファストフォワードでもいけるんだね。あ、でも1回だけ、なんか2倍？うお。でも、ファストフォワードすると、なんか水がおかしくなる。へえ。よし、あと少しだね。次回、ファストフードとか、なんかレストラン的なものを置けるのかな？うん、立派な水族館作りました。そして周りのみんなは気づき始めたようですね。まあ、ちょうどこのステージクリアしたので、今回、この辺にしときますね。見ていただいてありがとうございました。次回、ノースウッズっていうところ、ノースウッズっていうステージやってみましょう。もっと大きな水族館を作ることですね。作りましょう。立派な水族館を作りましょう。では、次へ。